じいさん、顔小さくて、トンボみたいになってますよ。輪郭が小さいから。パチパチパチ。やべえ、じいさん。もうやべえ。パチパチパチ。マジでやべえ、じいさん、やばいっすね。どうも、ヒルクライムでーす。飽きたな。やっほー、やってきましたいいね。今日は、はい、はい、やります。すいません、せいやさんの名前がないです。あ、本当だ。せいやさん、はぶられてますね。はじめまして写真でも結構出てます。何回か出てますよね。出てますね。俺、今日で3回目です。せっちゃん、これせっさんと、あきとまるです。久々っすね、でも。あきと、やっぱ焼けたよ。焼けました。昨日野球行ってきたんですよ、みんなで。あんまみんなではないけど、従業員に行ってきて、うん、もうやばい、筋肉痛で体もやばいっすね。多分2週間は枕できないね、俺そこっすかマジ体やばいっすよね。いや、ほんときつかった。筋肉超痛かった。朝やばかった、死にそうだったもん。そうっすね。グランと戦ったのよ。やった、勝った、勝った、見事勝った、初勝利、初勝利、初勝利。3試合やって初っすね。初、今回は。で、エースピッチャーがボロすぎて、最初誰っすね。そうっすね、最初誰っす。最初誰っすか。最初なんかあれっすね、あのすっぴん金髪野郎僕ですね僕です。すっぴん金髪野郎じゃん。僕です。すっぴん金髪野郎、やばかったっすね。マジコントロール入んないストライク入んないし。大谷役は誰。大谷はやっぱ秋止まるでしょ。いや、やめてください。打ったの。いや、うちはしました。身長も一緒ぐらいだもん。そうっす、あ、でも無理があります。無理があります。無理があります。ヒット打った。打ちましたね。でも多分4打席ぐらいやって、1打席、2打席ぐらいですか。多分2打席ぐらいですね。でも結構ヒットって相手のエラーで結構出れたのが多いっすよね。4打数2安打。吉信監督は無我監督ですね。ボスです。インスタ載ってましたね。無我監督はもう張り切ってましたから。何か無我さん上手いっすか。無我さん上手いっす。普通に。一番でもアヤトが上手かったのかな。アヤトすごい。アヤト昨日ホームライン来ましたよ。うん。すごい。すごかった。さすが。カズレーザーみたいな顔してる。めっちゃ上手ですよ。さすが下半身上手っすね。阪神馬は半端ないもん。噂をしたの。あ、お疲れです。お疲れ様です。ってことでタイトルトールいきますか。タイトルトールタイトルコールいきますか。いっせーので、お金出せジェット。顔がむくみすぎてやばい。筋肉散歩なくない？ジュンちゃんも野球できるもん。筋肉痛やばいっす。やばい、質問に答えてね。できないっす。マジで笑えないよね、今日。でもできなかった。お腹が痛くて。できなかった。昨日、ジュンの面白い動画があるのよね。やめてください。恥ずかしい。食っていいのあれ。いいっすよ。若干左に、これ動画載せることできますよね。書いてありますよ、これちょっと左に。じゃあ俺めっちゃ中のね、面白くないよ別に。じゃあ俺かわいいくないですか。バランスでかっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。いや俺マジこれ動画がマジで、俺も笑ったっすね。ちょっと待ってください。はーい、もう声出して笑ったっす。え、じゃあ
面白くないくないですか。普通にただ。セース。頑張ろう。いただきます。セース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 。バイバイ。やっほー。左爪で乾杯はちょっと左に寄ってないなんかちょっと左に寄ってないこうだよねこれであれですよこれちょうどないいやみんな元気な書いてあるよ。あ、これあれかちょっとあれですね。俺ジェイさんのよくやべ俺ちょっと今日野球で疲れてるっすね。喉筋肉痛。あ、ここもり筋肉痛やばいよね。わかります、わかります。ここがさ、首が動かなくて。え、なんで喉筋肉痛してる。尻尾10枚ぐらい貼りましょう。え、とりあえずマジで純の、あの、ジャグリングするのよ。もう先に言うけどお願いします。めっちゃ上手くて。じゃあ俺見た方がいいよ。持つの右なの。基本はこれ。これ出ないですよ。こっからこう投げて。これマジめっちゃ上手いから。あ、なるほど。俺ジャグリング超上手いよ。だってこれいつ見ても面白い。 あと3日も笑える。本当に面白い。コモさんが一番強い。面白い。え、本当にガチでやったでしょ。ガチでしょ。普通にガチでしかない。上手いっしょ。さすがジャグリング。笑わせないで今。笑えないっすよ。あんまり笑えと。なんでこんなむくんでんの。なんか顔赤くないですかみんな。焼け今日は焼けたかも。焼けたよ。日焼けしたもん。超焼けたくない。見てなんか焼けてなんか線できてるもん寝て。いやいやいやほら焼けてない。日焼けっすかそれ。すごい。これも多分日焼け。ちゅんちゃんなんかできてるもんこれ。俺ですか。日焼けやばい。焼けすぎてってことですか。いやね。ああ、そうだ。あのメキシコ選手違う違う違う。あかんって。ずっと一緒にいる。あ、いい今日これ入ってる。ずっとこれでいいわ。ジュン、ジュン。あかんって。ジュン見せないとこれは。やめて。ねえねえ、そういうの。しかもなんかプライベートのさ、なんかこの顔がね、もうおはようございますって感じのね。じゃあマジでブサイクだから。じゃあ、あの、ステーキってはい、行ったね。3種類焼き方あるじゃないですか。はい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 。レア、ミディアム、サムケモン。ウェルダンウェルダンミディアム、レア。ああ、まだまだ焼肉を。面白くないなぁ。これを面白く言う。面白く言うっていうの、昨日やってたんですよね。焼肉じゃねえ、ステーキ。ステーキの焼き方。また遊んでたんだ。ミディアム、レアとかあるけど、まあ、まあ、大まかに、大まかに言ったらレア、ミディアム、ウェルダンですよね、はい、基本は、うん、はい、それを面白く、なんか、言おうみたいな、じゃあどうぞ。おい、おい、これはね、なんか違うんだよ。ステーキを感じるか、感じれないかの話。そうそうそう、ステーキを感じてたら、うん、答えは出る。出る、うん、大体出ると思う。俺昨日考えたんだよな、なんかあの後、一人でなんだっけな。ステーキの焼き方ね。そうそうそう、それだけで、あのステーキ食ってる時盛り上がって話終わったもん。それしか話しちゃう。ちっちゃくいる。ちっちゃい。純の前でちっちゃい。すごいすごい。ちょうどいいよ。すごいすごい。それぐらいがちょうどいいから。どこにいるの。え、あの T シャツ。あ、ほんとだ。すげえ。これ T シャツになってる。スプリームみたいじゃん。そうそうそう。シュプリームだよ。これ超ウケるもんな。焼き方っすか。これガチだよ。ガチガチの。もうステーキを感じたら、そう、ステーキになるんすか。いや、もう感じれたら出てくるんすよ。やばい、もうバカバカだ、今日やめ。いや、ほんとにね。そうそうそう、出てきましょうね。なんかステーキを感じないと。ステーキを感じる。感じれる。ジュン、何だっけ。俺は例えば、待ってよ。
やばい、これ考えちゃダメなの。考えちゃう、もうフィーリングだから。そう、あれでもあの時ステーキ食ってたから多分すぐ出たんだよ。なんだっけな、俺じゃあ本当に考えたんだよ。ステーキ、ステーキでしょ。俺ね、今来た。ああ、来た。ステーキ食べてる。食べてます。来てレア、レア、ミディアム、ミディアム、ドーベルマン。そういうことね。ドーベルマン、そういうこと。最後ドーベルマン。そう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 三段落ち方式ね。クソつまんないしょ。これをやってた。これを永遠とやっ、ずっと二人で。いや、みんなみんなでやってそう。ドーベルマン、なんか、アキトステーキ感じないと。はい、ステーキ感じないと。そうですね、ステーキあんま感じ感じないと、感じないと、感じないと。シャンパンか。What do you mean? What do you mean? ステーキ感じたらいけるいける。今食べてるのを想像しないと。あ、ステーキっすよね。よしよし、これは英語ランクだ。おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ、おいしいよ。感じるだろ。感じるやろ。感じるだろ。ここまで来たら感じるやろ。感じるよ。これ英語だよ。英語のステーキおいしいよ。感じるね。シューってか。ああ感じるね。今日やばい感じだ。あーあーやばい感じる感じる。なんだっけな。ああ、ね、感じる。あー英語だねこれ。感じてる。感じる感じる。あ、部位的にはこれ多分サーロインだね。一番左に。ああいいね。アキト来てる。アキト来たっしょ。いや俺まだ来てないですね。まだ来てないわ。順降りてきた。まあ降りてきてるな。俺はもう折りかけてるよね。折りかけてる。もう俺も新しいの折りかけてきてるもん。言いたがり。セッサンないですか？なんかいや。ドーベルマン好きだから。切るとこから始めないと。あ、じゃあ俺降りてきた、降りてきた。来た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 。はい。レア。ミディアム。ジャグリング。いいかな、いいかな、いいかな、俺に構わないでいいかな、俺に構わないでいい。感じてる、感じてる。タイトルコール、タイトルコール。感じてる。俺に構わないでいいから。ほら、急にこの話題になったら飽き止まるが静かになる。え、昨日はいなかったの？行きました、行きました。いや、俺でも場所が違かったからね。あー、ステーキが、しかも、いっぱいで、ハンバーグとかでも、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 めっちゃうまかったっす。あ、そうなんだ。マジで。じゃハンバーグ感じたらどうなんの？ハンバーグ感じたらね。ハンバーグ感じたらね。あるよ、結構。ひき肉から入っていいよ。そうそうそう。合いびきもあるじゃん、ハンバーグ。そう、ひき肉、合いびき。牛オンリーとかもあるじゃん。そうそうそう、ありますよね。英語ランクの。英語ランクのね。それで、顔真っ赤になるわ。もうなってるよ。顔真っ赤になってる。なってるよ、もう。ああ出てきた出てきた。あ、痛がりっすね。あのハンバーグをすぐ降りてきたよ。はい、ですね。牛肉、牛肉、まあまあまあありますね。合いびき、合いびき、飽き止まる。美味しいね、降りてきてるよ。よしよし、でかくやった。降りてきてる、降りてきてる。なんかまだいるね。ひどいよ、今日。今日はひどいよ。昨日の疲れからナチュラルハイだから。そう、昨日は本当にね、もう変な動きいっぱいしたからな、昨日。ん、え、ないっすか？インサイドヘッドっすか？なんかやっぱ、スキレ降りてくるもの。あ、サンキューです。マスローラーください。ローラー、今、アキトマルいいなと思ったんだよな。あんま、アキトが全然出てこないね。アキトがハンバーグだったら食べたくない？食べたい。食べたいですね。食べたいね。ね。レアで行きたいね。レアで行きたい、ね。もう焼かないで行きたいもん。てか食べた、食べさせて。チョリ、あ、ほら。ひとまるのチョリソー。チョリソーマル。あ、チョリソーマル見たいね。ちょっとでも焼きたいよね。うん、熱くなってほしいよね。そうですね。
処理層って何ですか？600ワットで1分ぐらい。いや、結構熱くなってる時がいいよね。ポチギポチギ。いやー、ポチギ。ほら、急に静かなの、秋田が。俺たちもそれだね。今日、秋田を喋らせない回にしようかな。ステーキ。感じました？ステーキ。ステーキめっちゃ好きなんですよ、ステーキ。あー、来た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 。すぐ感じる。怖い怖い、来るよ。いよいよ。レア？レア、お。レア？ミディアム？ミディアム。ミディアム。え、これ？ミディアム。もう本当顔から火が出そうな。どこから来た？ミディアム。ミディアム。どこから来た？ミディアム。あの換気扇にぶら下がったのウィリアムどこから来たウィリアム探すの大変だよ今ブーブーあきっともらあの辺から来たよあの辺からウィリアムどこにいました？ウィリアムはまだいないねそう考えたらあきっともらいいっすね。あきっともらいい何でも作られるよよしあ何人ぐらい見てんだろう。来たステーキあまだやるまだ来ますまだやるんすか来た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 よ。はい、まあ、結構ステーキって数学なのよ。あれ焼き加減とまあ数学も大事ですね。サインサインコサインコサイングルコサミン来てる来てるよこれサインコサイングルコサミンまあね膝にいいからねコンドロイチンも入ってからコンドロイチンもあるかなたまに深夜番組でやってますもんね。コンドロイチンも降ってきそうだねあの辺からやばいやばいなんかのモードに入ってたわ下に行ったすげえ下に行ったよ順うろちょしすぎだないやー俺数学できっからちょ本当にせいさん結構頭いいっすよ。俺めっちゃ頭いい。シヤさん頭いい絶対。ごめんなさい。俺頭いいっすよ。結構数学できるよ。俺あれでも二次関数得意だ。数学できない。二次関数ってな。無理だよ淳くん大丈夫だよ頭痛くなるからやめな。y イコール ax プラス b でしょ公式は。ああ。知ってる知ってる知ってる。あの当てはめてくやつだ。y イコール ax が二次関数それ。当てはめて計算するやつだよね。それが2次関数本当はもう悪いもん。 x の二乗割る2ならできる。漢字は4みたいな書いてるな。二乗は二乗と x ちっちゃく上に二乗。3の二乗は何でしょうか。6フラあ、9 9、ね、あーすごい正解簡単だよすごい簡単だよ x ジャパンでしょ。 x の x あれはね多分ああどういうことってこと。あれはレアだレアかミディアムだね。やべえ戻ってきたまた来たよX ジャパンのせいでまた降ってきた。 X ジャパンの X は違うよ。ミックスやべえやべえ黙ったらダメだよ。で俺計算してんだけどあの上のトゥンがあの意味わかんないです。あの上のトゥンがあれですね。あれあの上のトゥンがアポストロフィーアポストロフィーエーベックスってことですよ。エーベックスかそうエーベックス2乗プラスそうそうそうエーベックス2乗プラス浜崎あゆみが2人いる BX ああそういうことか。どうすぎ雑だおーおーすごいね。ああゆが太ったからか含んだ時はダメだ。そうそうあゆが太ってるからそうそうそうあれゼロはアユだあれゼロはアユだアユーロ歌う今アユーロ歌う本当すごい本当だもはや俺自分いろんなとこ大活躍や大活躍電話番号の隣にいるからね求人はこちらまでって言ってジャグリングしてる人がいるんでしょ。ジャグリングしてやがる誰も入んねえよカンジャニのゲームやりたいステイさん。なんすかそれ。英会話伝言ゲーム。ああ、やりましょうやりましょう。ああ、やっぱそういうの待ってました。俺が最初で次、はい、じゃあ俺最初
素晴らしいでしょ。みんな耳塞いでください。じゃあ、あ、じゃあ一回こっちに行ってくださいよ。あ、最初お題分かるよ。あ、なんていうか、やべ、聞こえるなこれ。あ、耳、ま、耳こうやった方がいい。あ、いきます。あ、 What do you favorite foods? 意味は、あなたの好きな食べ物は何ですか。シェアさん、声がでかいです。いいですか、声がでかいです。聞こえちゃったぞ。聞こえました。聞こえちゃった。違うやつにしてください。違うやつにしましょう。もう一回。あ、初期段階。あーあーなんかやばい、変な声が聞こえる。あー Where is your birthday? 小さかった。グルコサミン。ジオン。歌舞伎にこんなやるよね。はい。え、なん、何の話？伝言、今グルコサミンっすかね。もう伝わったんですけど。あ、あ、お、お、あ、降りてきた。あ、もう、あ、オッケー、終わり。終わり。え、じゃあ違う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 。いけ、いけ、やってるの。一回やったんですよ。じゃあ、あれ？ん？え？何が？え、終わったんですか？誰に言ってたんですか？今、終わりまるで終わりです。お題は言ったんですよ。お題は言ったんですよ。あ、そういうこと。あ、じゃあ。お題言っちゃダメよ。そうで、俺がだからその間をこうやってやっててほしいさ。ああじゃなくて、二人とも耳をこうやって塞いでてほしいです。俺はアキトに、アキトにしか伝えない。そう、そういうことです。じゃあいきます。え、ちっちゃく言わないと耳打ちで聞こえちゃうんだよ。で、ジンさんだけが答えるんですは？嘘つけ。もう一回、もう一回、もう一回。は？はい。意味分かった。はい。あ、小さいした。どうぞ。じゃあどうぞ。カメラ言われたんすよ。伝言、伝言話してた。レイイザユーバースデイトゥユー、レイザツーバースデイトゥユー。あれ違う。レイザバースデイトゥユーって言いましたよね。言ったよね。じゃあ、花番組答えですね。 When is your birthday? 何 to you? 何 to you? 俺 to you って言ったんだけど、ここだって。 to you 何だ。 to you って言ったよ。ここだ。 to you to you。 俺、お前、確かにお前言ったの最後トゥーユーだけがしっかりした。あとのが雑だ。トゥーユーが何どっか出てきたの。トゥーユーも降りてきた、もしかして。え、なんて言ったの。 Where is your birthday? Where is your birthday? 元の右の。こっち頭いいからもう。基本はこれ。だから大体こっちで聞いたら分かると思ったんですよ。ここでもおかしくない。 Where is your、まず、to you って何や。いや、僕の右側。いや、一瞬上かなと思ったんですけど、なんか、to you ってなんか、誰かに言ってんのかな。そうそうそう。なんか、こいつなんか、レイとか言うんですよ。誰がレイって。僕の右側。で、いつバースデーで、ショーさんのバースデーの宣伝かなと思って。はいはいはい。あー、なるほど。それが人間。to you。どうも増えてきた。ジムいっぱいいる。ジャグリングマスター難しすぎる。あ、なるほど。はいはいはい。難しすぎるんですよ。あ、これ俺の。
あ、でもこれ、あれだったら、あれだったらいいですね。やっぱ、単語だけだったらすぐできるんで、ちょっと単文ぐらいだったらとかだったらいいですね。あ、そういうの、モツの右なの、そういうのっすよ。 This is a pain is your blast and 変わらんだろ、お前。で、いいっすか、 This is a pain ありますよ。また会うの時間、あの、もう一度言いたくないですか。いきまーす。あじゅんちゃん、スタイル。ああ、ああ。ああ、いけると思う。お前さ、ふざけんな。こいつ、やばい。え、やばい、やばい、やばい。もう一回。ちょっと待って。オッケーオッケー、俺完全に伝えるから。俺はいける。ほんと、これお前またなんか付け足したら。やめてくれよ。じゃあこいつっすよ、ゲイ。レディゴレディゴ。俺じゃないからね、付け足してくんのこいつ。え、もう一回。俺そのまんま伝えるからね。オッケー。じいさん、こいつが言ったやつ俺そのまま伝えますよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じいさん解釈してるよ、それは。え、マジで、まずもともかい合ってるでしょ、合ってるでしょ。聞いちゃうか。最後ほんとっすよ、俺絶対付け出してきてるなって思ったんですよ。違う、これ質問っすか。質問っす。質問の英語っすよね。うん、最初イズで始まってるんですよね。うら、合ってるわ、来たわ。正解するわこれ。1 Is this my ticket to 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 ないってわ。ほら、はい、to ないって、ほら、 to 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 ないって、じゃあ、こいつがちょっと言ってくるぞ。最後俺言ってないっすもん。チケット、チケット、セイヤさんが、セイヤさんがチケット、確かに、確かにチケット。じゃあこいつだからさりげなく言ってくるぞ。もう俺に聞こえるか聞こえないかの2を入れてくるんですよ。最後、トゥー何、マジ、トゥー何。じゃあ一回本物聞きましょう。じゃあ本物、はい。Is this my ticket? OK? なんか言ってるわ。 Is this my ticket? ticket? いやいやいや、2出てない。でも私すごいでしょ、結構すごいっす。やっぱさすがっすね、もう疑問ばか二人のすごいすごいっすね。今のは正解、最後の2だよ。もう俺は言ったものしか答えれないから。最後って飽きて、飽きて、飽きて、飽きてまでにしろ。そう、飽きて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 、今日結構面白いわ。じゃあとりあえず2人グイグイだ、間違いないですよね、ほんとに。チケット2初めて聞いたわ。チケットって言った後、なんか吐息まで映しちゃった。そう、人が悪いわ。あー、リスン2に、リクちゃん来るのかね。じゃあ、グイグイした2人どうぞ。よし、はい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 、タイミングどうぞ、タイミングで、タイミングで CM どうぞ、どうぞ。
慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱり飲み釣りっすね。頭いい2人です。いやあのシーン面白いっしょあれおもろいっすね。あれおもろい、ほんとにやっぱ美味しいっすねだれ佐野、なんて書いてるんですか？佐野俊則、友則、友則、誰ですか？ジャグリング消えたって。ジャグリングもういいよ。もう引っ張れないっすよ。ジャグリングでもこの辺に置きたくないっすか？銃戻ってくるから。ここにですね。これびっくりしてんのか。てかもう、はい、来週久々になんか送るね。待ってます。イエーイ、なんか送ってください。何がいいんだろう。7月だからカニ。へへへ、全然違え。7月だから2位置にいるわ、あいつドヤ顔だからね。いや、もういや、これマジ面白いっすよ。この瞬間やばいっすよね。アホやば。何回見ても面白い。アホやば。7月ですよ、七夕。あ、七夕か。七夕って何ですか？何食べる？笹食べるんですか？じゃないです。願い事叶えるいいっす。織姫様と、なんとかの彦星。彦星。皆さん何願え、願う、これ質問、結構今年は何を願いますか？そう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 、個人的にはね、うん、結構ガチなやついっていいですか？あ、かっこいいやつ。結構ガチなやついいですか？はい、あと10センチ欲しいっすよ、身長。本当に頭にシリコンしかないっすよ、あと10センチは。頭ボーンヘッズ、これ頭頭長くなるっすよ、これ。ボーンヘッズしかないっすよ、それはもう下からはもう無理なんで。あとあれ、かかとに。あ、そうそう、かかとに入れて、かかとに、かかとにインソール仕込む。どっちかしかないです、ね。なんだろうな、七夕か。まあ、叶わないですけどね。なんかあります、七夕。よいしょ。去年は何で。いや、もうさすがに。何お願い事しようかな。あれ、いや、ほんと、お願い事。ガチのやつ言ったら、来月は全部イベントでシャンパン入れたいですね。あー、いいですね、それは。ホストとしての目標か、あ、願い事と人としての願い事。俺は身長伸びたい。あー、それは叶わないか。じゃあ、爆乳にインスタフォローされたいだけっすか？全然、全然やってくれると思いますよ、フォローだけなら。爆乳にインスタフォローされたい。全然。それと、あとはホストとしては今年はナンバーワンになりたい。がいいか、まだ取ったことないからですね。さすが、いい、いいよね。純丸は、純丸は、どうしようかな。人としては、人としてはどうしようかな。顔が大きく、顔が大きくなりたいな。これ以上、これ以上顔を大きくしたい。したいよね。身長伸びるもんね。そうそう、顔大きくしたい。顔を大きくしたいね、人としては。で、ホストとしては
俺でもせいやさんと一緒かも。ダメだわ。ダメだよ、影響されちゃう。自分の意見を持たれ、イベント打ちたい、疲れる。あ、イベント打ちたいっすね。そう、あー打ちたいっすね。イベント全然ダメだ。イベント打って自分の悲鳴がシャンプー入ったら受けるっすけどね。あ、キトゥーマル、それでもめっちゃ幸せじゃないですか。あ、キトゥーマルは来年の1月、はい、リアル誕生日なんで、それまでにいい感じになって広告、まあ、1月イベント顔死んでるよ、キトゥーマル。なんでやる気ないでしょ。なんで、はい、初回の顔してよ。あ、キトゥーマルやる気ないでしょ。初回の顔して、アキト。アキトです。お願いします、アキトです。おはようございます、秋田です。隣にいいですか？秋田です。隣にいいですか？そんなガチャガチャですか？結構ガチャガチャで経営くる。結構ガチャガチャ。結構ガチャ。酔っ払ってたらもうちょい。やばいっすよ。もうちょいゴリゴリくるもん。隣です。ゴリゴリ。隣にいいですか？これやばいっす。隣にいいですか？これやばい。これやばいっす。これやばいっす。もう間でしょ、間。開けろ開けろ。無理やり。無理やり。名刺落ち着いたなと思ったら横のデミコースでしょ。よし、やりますかみたいな。見られて、なんか癖ってあります？俺ですか？自分の。俺ないな。俺バカ顔じゃないですかね。え、癖っていうか、バカ顔ですか？急になんかやりますね。急にバカ顔。初回、あ、初回じゃないよ。初回でもやるから急にバカ顔にしてくるんですよ。でも意識してないですよ。あー、へー、普通に孫。あとあれっすね、めんどくさい時頭隠すね。わかるかも。わかる。めんどくさい時なんかこの辺こうします。くだんねー LINE とか来た時にも。何今日アフターできるってバッカじゃねえのお前。めっちゃ言うね。なんかこうやってじゅんちゃん、あれ、ひびきさんの癖ね。ひびきさんの癖、店長、店長の癖あるじゃん、一つだけずーっとやってる。やる、マジやる。秋田村さんお願いします。やってる、一生やってるもん。やりますね。癖っていうかもうあれ、ああしないと生きていけないんだけど。ジューンは大げさだよね、全部。そうですか。リアクションいいよね。リアクション素なんだけど。じゃあやべえよ。セーフないですか？俺スッスよ。ないね、俺。最初の癖ないっすよね。ないかも。あるあるある。ないですか。それが癖っすね。スッサンは、あのね、スッサン、これが癖。スッサンの癖はね、基本寝てる。俺は寝てるから。無指病。癖が無指病って相当強い。まだ寝てるっすか。起きてるわ。おはようございます。スッサンの癖なんだろう。絶対あるもん。なんすかね。愛想笑いの時、やたらと手叩く。今は戦いのね、愛想笑いの時やったら打てんの。それはずるいわ、それはずるい。この動きでずっと手がする。それずるいわ。じゃあ、せいやさんこうやってる時って本当に笑ってないやつになる。やめろ。だって叩くんすけど、大体笑った方がいいなっていう時、大体手叩いてる。あー、これ次から手叩いたら言っちゃう。やめて、営業妨害ちゃんただろ。秋田の癖なんだろうな。髪じゃないですか、やっぱこうやってるイメージあるし、髪触ってるか、イメージ、髪触ってるか鏡見てるか。やばいっすよ、癖がやばいっすよ。寝坊するってリクじゃないですか。寝坊するリクだ。リクなんか縦にこう動くからですか。動きますね。動く。マジよく見てるっすね。動く。翔さん、翔さん、翔さん、翔さんは癖っていうか、あの LINE してて呼ばれた時の振り向き方が大体、このモデルだから、モデルだから。一つ一つが、綺麗ですね。綺麗綺麗。ポージングがすごい。癖って面白いですよね。面白いです。なんか一
人のくせって何かあんのかな。仁さん確かに間があるな。逆に孫だけか。いや頭かく甘さい時甘さい時あとわじってる時はやばいね。わじってる結構出ますよね。わかりやすいですよね。あ最近のくせこれだね、ハンドスピナー。あずっとやってるっすもんね。ずっと足うんこしながらずっとやってるもん。あ、これ一回便器落ちたやつ。マジっすか。触っちゃったんですけど一回便器落ちた。でもうんこ流した後だったから大丈夫だよ。大丈夫じゃないっすね、それ。最近ちょっとこう見たらマジシャンみたいじゃない。結構コメントにもあったっすけど、やっぱ可愛いっすね、T シャツ。これですか、じいさんが着てるやつ。これか、それってあれっすか。かわいい、かわいい、似合ってる。かわいい、顔が見えないけど。ちょっとヒップホッパーいいっすね。最近今日はあれですか、最近結構俺ヒップホッパースタイル目指してる。いや、いいね、一番いいんじゃないですか。じゃあ髪型がいいっすね。いいよね、ちょっとパッカン系じゃない。違うか。すいません、パッカ。先生、フリースタイルやってよ。せやさんフリースタイルめっちゃうまいよ。わかんない俺。チュケラ。ああチュケラ、yeah、まずはジムから行こうか、yeah、サイファー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 飲み尻で待って待って、事故る事故る、待って、ちょっと違う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 、これ事故るって。フリースタイルはなんで急にフリースタイル。今日だからでしょ。ん、今日放送だから。あ、そうなんだ。ジュンは顔でかい、チンコもでかいみたいだけど、俺はそのチンコを見てみたい、タイに行きたい。イエーイイエーイ。いや、いいっすね。こんなもんよ。シンペータだ。シンペータは拙者がシンペータ。引き鳴らす拙者。いや、先週まず感動したな。髪は、何だこれ、何でしたジュン好きなタイプ。好きなタイプ俺、うん、好きなタイプか。読み尻行きたい、あ、かっこいい。好きなタイプ女のでしょ。ガチな好きなタイプか。なんだろうね。え、それは芸能人とかなんか、そう、見た目、芸能人、あ、女の子が聞きたいんじゃない、どういうタイプが好きなのか。見た目の好きなタイプ、芸能人でも何でも、決まってるよ。石原さとみ。あーはいはい、さとみね。あいつ結構いいやつだよ。佐藤、佐藤元気。佐藤は結構いいやつよ。あれ結構ね。佐藤は佐藤かな。そろそろあいつ五十嵐に変わるよな、お前。五十嵐佐藤になっちゃう。それいいやつ。すぐ変わる。それいいやつ。すぐ変わる。マキトだろ。石原さとみね。俺でも結構多いかもしれないですね。なんか多いとかジャンル結構バラバラっすね。なんかフカキョンみたいな人も好きだし。フカキョン。ああいいね、フカキョン。サージリエリカも。あー、いいね。デヴィ夫人は、デヴィ夫人はちょっとデヴィ夫人はあんまりお金だけだいぶがやげん。デヴィ夫人もいいよね。だいぶがやげん。いろいろだな。北川景子も綺麗だし。あー、いいね、北川景子。デヴィキョン。あ、広瀬すずも。あー、広瀬すずいいね。好きだわ。アリスは広瀬アリス。広瀬アリスもいいですね。なんか急に真顔なんだけど分かんないっす。あれは秋田化粧。あ、いいっすね。あ、結構いいっすね。うん、秋とけ、秋たけ、あ、わかんない。せーの、シム、いや、シム。慰安旅行って年何回あるんですか。年4回で。今までどこに行ったんですか。福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか。入店してすぐでも行けるよ。マジか。やっぱりロミジュリっすね。
誰だろみ誰だろみじりの悪口書いたやつは怒るぞ。久々にあいつの評判書いてる。え？まあ本当だ。ロミジュリ死ねよって。銀の女？銀？何銀って？銀って何？分かんないんだけど俺。俺だけ話ついていけてない。いや俺も分かんない。銀って何？やかましいわ。銀の女って何？T シャツ。え、これめっちゃ高かったからこの T シャツ。アイコスのコスが8万。うろろろ見て見て、ほらさっきからね、テーブルの上の飲み物が動くの。しかもここで止まんの。どうせなら行くとこまで行ってほしい。と、トミ、トあれ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 やろうかな。え、なんか動けない、どうしよう。違う、もういいやめや。これでやっていいですか。よっこいしょ。秘書いじめた議員バカバーでしょ。いじめんなよ。あのヒステリックやばいっすね。あいつやばい。なんすか、メヘラ。だいぶメヘラだよ。バカだれーバカだれー。いけていけてー。あいつやばかったね。めっちゃブスなのよ。あいつやばいっすね。なんかジャガイモみたいな顔してんの。ジャガイモみたいな顔してた。ジャガイモみたいな顔して顔テカってさ、うん、やばいっすね。それで、そう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 、ジャガイモみたいな顔して。へぇー、好物は人か。メンヘラってどうやって対処してますか。死にたいって言ったらどうやって死ぬのって聞くすよ。あーあー聞くっすか。どうやって死ぬのって。電車やめた方がいいよ、家族に迷惑かかる。リアルな方。リアルな方、金かかりますもんね。メンヘラいます。でも俺メンヘラつかないかも。俺はメンヘラやだな。メンヘラだなって素直に言うね。素直に言うね。メンヘラやだな。局部を切ってトイレに流す。誰だ、怖いこと。怖すぎだろ。女の局部を取んの。はい、クリちゃん、うん、クリちゃん、ちゃんクリあ、でも、さとみ結構メンヘラだよ。え、なんか、知り合いっすか。あいつは、結構なんか元カレみたいなノリで。そう、あいつちょいちょい LINE 来るもんね。マジっすか。うん、さとみなんか、六本木飲んでるから早く来てよとか営業中に、だるくない。だるいよね。絶対行きたいっすよね。俺6秒で行きますよ。営業中でも。営業中で抜けるんだけど。ロミジュリから六本木まで6秒ですか。10時半とか鬼電くん、さとみから。ちょっとね、めんどくさいよ。まあでもな、それ来たら俺は嫌だな、さとみでも。いくら昼顔、昼顔見ました。いくらさとみでもそれは嫌だ。昼顔ももう真面目減らすぞ。やばいさ、メンヘラの。誰がメンヘラすか、ファイヤーすか。あやもまあメンヘラじゃないですか。あやでもあいつ結構いいやつですよ。へへへ、みんな知らないっすね。あや元気っすか。あやは最近もうヒロのとこ行っちゃってあんま構ってくれないですけど、あやは結構いいやつ。じゃあさとみよりはあや派。俺はあやだね、昔ずっとあやだったもん。へえ、意外っすね。しかし結構黒ギャル好きそう。いやただ巨乳が好きなだけなんですけどね。あやだね。じゃああれだ、あや良かった。みつはみつ、みつじゃあみつ、みつどうすか。じゃあみつダンの方すか。そうだ、ダンの方。ダンの方。あ、ダンの、あダンのみつ。いや、あいつダメ。あいつはダメ。あいつハブバーしか誘わねえもんね。あいつはね、ダメ。超リアル。あー、みつはダメ。死んだい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 死ねえ。死ねえよ。どうやって死ぬの。それ聞きたいわ。ダメだよ、死んじゃね。はい、じゃあ俺売りかけ残ってたんだからダメよ。売りかけなかったら別にもう好きにしてって感じだけど、売りかけあったら大事にするから、ちゃんと構うから。売りかけあったらちゃんと構うよ。ブレロク等の屋上って言われたらすぐ分かる。大丈夫かいつ構えでいいからって。あそこ屋上あるんですよ。ブレロク等はやばいっす。たまにいるっすけどね、人。あ、そうなんやってんすか。一回見た時ないの。あ、いろいろ、もろもろ。誰がいいかな。
小さなタイプだどういうタイプですか。もう巨乳だったら大丈夫ですか。いや俺でも汚いギャル好きなのよ。汚いギャル営業終わり毎回言ってますよ。汚いギャルいないですかね。汚いギャルが汚いギャルいいね。いいジャビューだ。しかもちかんぱちゃかさの街懐かしい。キスして死にしたんですさ。こういう話してえーブリブリワンネシカババよな。やめるよ一体来るすからよ次こういう話していったらジュニア急に間が、急に間が癖が出てる、癖が出てる癖が出とるわ。そして何言ってるか分かんないっていう、誰も。じゃあ逆に嫌いなタイプ。俺、あれダメ、あの、フリフリの格好。あー、あの前メロディーに引っかかってるみたいな。ディズリーさんイエイって感じ。 あれはねあんまり好きじゃない。あ、そうなんすか。まあ一緒やそれは。まあ内面好きな、内面好きなタイプ嫌い。内面の好きなタイプと嫌いなタイプ。ああ、俺も好きなタイプは好きなタイプ。ちゃんと話が理解できる女がいい。約束破んないやつですね。約束俺は破るっすけど。女に求めるなそれってことですか。約束破んなければ全然それは。じゅんちゃんなんて言ってんの。話が理解できる女俺が理解できねえから話じゅん本当理解できないよ。話伝わんないですよ。じゅんちゃんやばいよね。じゃあ俺何て言ってるか分かんないですよ大体。あの席ついてるときそれは喋ってることわかんない。最後にトゥーつけるわそれは最後にトゥーつけるわ本当にだいたい話伝わってないの。あれおーおーえしかばちかんぱち中の町もっと続きありますよ。まあいいな。あきとは俺ご飯作ってくれる女の人好きです。好きです。声ちっちゃ。好きですか。なんか急に元気なくなった。急に何か元気な。結構家庭的な人好きっすね。ああ、はいはいはい。それだけで結構魅力感じちゃうかも。それはあるよね。はい。俺ご飯作れるからさ。ご飯俺以上に美味しくないと俺切れるもん。マジっすか。ご飯作れるんですか。わあすげえ。どうやって切れるんですか。俺自分はできないからくそーってバカじゃねえのご飯は作れる人じゃないと俺は絶対嫌だね。それはね俺自分ができないから作れる人がいいんですよね。第一でしょ。確かにご飯は大事です。本当に胃袋って掴まれます。いや胃袋まあもう玉袋もでしょやっぱり、うんね、福袋と同時にね。福袋、胃袋、待ってなんか降ってきた。また三つの袋ない三つの袋三つの袋三つの袋胃袋と胃袋、お袋、給料袋、給料袋、うん、あが3つ。あはいはいはい。なんだろうな。俺は考えて考えて振ってくるよ。振った振ってくる。玉袋、お玉ちゃん、胃袋、胃ぶちゃん、胃ぶきりくりくちゃんね。あ来てないからね。タマイブリクね。そうそう。あ、堪忍袋。タマイブリク。堪忍袋。堪忍袋だ。怒って、もう玄関に来て堪忍袋の方が切れたって言わない。言わないよね。言っていたらヘソの方が切れた。降ってきたね今。降ってきたね。どんぐらいよ。はいはいはい。小袋ね。あと池袋をね。あーいいね。イン踏んでんじゃん。いいね踏んでるね今日。イン踏みだ。これだ。あとあれだよね、セパタクロウだね。セパタクロウも結構。池袋セパタクロウ。マジで面白かったな今ね。小袋、池袋、セパタクロじゃないかな、3つ
あと太郎さんね、太郎さん太郎、あとは太郎、急に内勤出てきた太郎さんも結構ね、うん大事よ、大事、結構大事、つけ回し変わってくるから、そうそうそう、つけ回し変わってくる、いつも泣いてますもんマジもう袋関係ない今袋の話だったのか、いや好きなタイプの話、あ、好きなタイプの話と嫌いなタイプね、好きなタイプ、うん、セッサンなんすか、笑顔可愛い人っすね、あーそれはでかい、俺か、それはでかい、俺俺俺、うん、それはでかい、アキト可愛いもんね、笑顔、アキト可愛いね、全然いいことない、笑ってる、笑ってる、笑ってる、アキト笑ってるよ、性病なったの急なんかさ、いいの急にさっき正面行ってチンコ痛かったとか、それ急に逆に俺嫌いなタイプ聞きたいんですよ、みんな嫌いなタイプ、掃除できない人、嫌い、大っ嫌い、やばい、はや、今日早いね、声直そう、気が利かないとちょっとあれですね、それはある、だからイコール全部ね、そうだね、あ、そろそろお時間になりました、お口ありがとうございます、今日見てくれて、そんでそんで来週、来週じゃない、7月9日まず7日バセが7日七夕イベントやります、みんな浴衣着るんで浴衣着て来てくれたら嬉しい、デッシュデッシュ、あと翔さんの超取締役バースデーイベント7月9日にあるので、はい、浴衣で来てください、はい、浴衣とデッシュ、ちゃんとお金を持って お金を持って来てください、デッシュ、じゃあね、 See you、アキトゥーマルでした。バイバイ。